はいどうも、はいどうも皆さん、こんばんは。配信されてんのかな、されてないのかな。されてるね、されてますね。はい、ということでサイキックラバーのボーカル、はいはい、アルフィーパフィーちょっと違うミッフィーなんてとんでもないヨッフィーです。ちょっとまずアルフィーさんとミッフィーさんに謝ってください。パフィーさんにはいいんですか。パフィーさんはいいと思います。はい、ギターのジョーです。はい、よろしくお願いします。イエイエイエイ。ということで8時ですね、はい、今回も始まりましたサイキックラバー TV 第25回。もうそんなやってんの。25回ですよ、いい感じにもう ね成人になりね、はい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 、はい、なんか職場にもなれ、ね、職場はい、新人の教育もするみたいな感じの、皆さんコメントね、ありがとうございます。こんばんは、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 こんばんは。ね、まあじゃんじゃんコメントいただきたいなと思いますよ。はい、はい、ね、ということで、はいはい、サイキックラバー TV 始まりましたけれども、さあちょっとザンザザーン、今日はちょっと天気があんまよろしくないですね、うん、いやもうさ、はいはいはい、低気圧でさ、低気圧ででなんか今日朝起きて、はいはいはい、うわちょっと頭痛いなと思って、うん、あの頭痛路のアプリをさ、はい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 、起動するとさ、はい、注意注意注意みたいな感じになってて、これねヨッフィーの口からね頭痛いって聞いたら多分ね8万5千回ぐらい聞いてますよ。頭痛いんだよ、頭痛いんだよ、なんだろうね、頭が痛えよ。頭開いて脳みそをこう洗って、うん、またこうジョイとかで洗って、だからさ、あのジョーが受けた脳手術をさ、なんとか、うん、なんと俺にも適応してもらえないもんから、なんか頭痛くならないやつ、そううまくいかないんじゃないの、ね、あのパカッて開いてパカッて開けて、まあ俺はビッて焼いて治りましたけど、ね、俺もビッて焼いてなんとかならんもんかな。なりますよ割と、うん、ね、ほんと、まあそうですね、はい、ということでね、はいはいはい、はい、あのあれですよ、今日はこの、うん、ほらほら、もうアパレルな感じで、ね、なんか新作出ましたみたいな感じで置いていくけど、ずいぶん前の T シャツなんですかね。もうあれですね、あの最近、はい、クラッシュ&ビルドのねジャケットの、はいはいはい、毎回ねちょっとねスタジオの場所が変わってて、うん、なんかちょっと、はいはいはい、なんかサップ家だからこれつけようとか、うん、なんかいろいろスタッフの方が、今日はねこちらがレンガ作りですからね。そうだね、はい、もうまあそうだね、うん、はいはい、はい、ということでですね、はいはいはい、あ、なんかヨッフィーなんかあれですね、あ、なんかやってましたね、この間メールね、いただいてるのちょっと、ね、読んでいいですか。はいはいはい、まあ、前回ちょっと読みそびれちゃったんですけど、はいはいはい、ヨッフィーさん、ジョーさん、こんばんは、初めてお便りをします、はい、前回、うん、シャープ23で短冊の視聴者プレゼント、うん、ありましたね、うん、ジョーさんのコロナ収束が当選しました。はい、ね、あ、おめでとうございます、はい、この場をお借りしてお礼を申し上げます、ありがとうございました。あ、ところで僕の短冊は誰が、あ、いましたよ、この間なんかコメントで当たったっていう人。本当に、ね、つーか、はいはいはい、物心がついた頃から、特撮ヒーローが好きでした、うん、サイラバさん楽曲はどれも好きですが、中でも特捜戦隊デカレンジャーは毎日聴くほど大好きで、神曲だと思っています。お、神曲、よかった、うん、コロナで大変な日々が続いていますが、お体に気をつけて、うん、楽曲制作を頑張ってください。お、ヨッフィーさんの故郷長野から応援していますということで、おお、長野ですか。そうですか。じゃあね、信濃の国が歌えるんでしょうね、これね。歌えるでしょうね。はい、まあ、ありがとうございます。うん、当選しましたって言っても、あんのもらうと嬉しいですかね。すいません、ね。いや、嬉しいんじゃない。でもなんかちゃんとね、パウチしてくれて、なんか送ってくれたみたいですよね。あ、そうなんだね。はい、ね、はいはいはい、あ。夏の終わりっぽいですね、今確かにね。どうなの、夏の終わりっぽいの。夏のさ、うん、あの、いや、今、うん、残暑なの。ん、残暑な、いやいや残暑、なんか一応ね、なんか暦の上では、うん、なんか気象庁的には残暑だったらしくて、むちゃくちゃ暑いやんって思ってたんだけど、9月に入った途端にね、うん、ガンと冷えましたな、うんうんうん、なんかさ、本当に夏らしいことできてないね。あ、できてない、できてないですよ。海とか行きたかったもんね。あれはあの、うん、ショコタンみたいに湘南の海には行ったりしないの。行ってないよね、湘南の海で水着になりましたみたいな、ね、なんかすごいバズってますね。俺さ、はいはい、思ったの、はいはい、あのサイラバの YouTube のサムネイルも、はいはい、なんか胸の谷間とかをこうアップにすれば、いやいやいや、俺も痩せたから胸の谷間ないわ。ジョーさ、うん、ちょっと前まであったから触らないの。あの、うん、あれ B から A くらいになってるね。なってるよ、もうないわそんな。あ、皆さんありがとうございます。ね、週間予報でも最後27度、うん、あ、27、そうなんだ、そうなんだよね、そうだよね。あ、誕生日、あ、誕生日に生配信なんて嬉しすぎます。あ、誕生日おめでとうございます。おめでとうございます、おめでとうございます、ね、今日本人たちが来ていないって、浅いラバ T シャツ、そうなんだ。あ、俺さ、はい、
先日アニサマがあったじゃないですか。はい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 、まあ今日ねちょっとアニサマ T シャツを着てきました。うん、ワンです。おー、はい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 。うん、ね。何年も連続で出させてもらったけどすっかり最近お話を呼ばれなくなっちゃいましたけどまあね、まあいろいろありますから、ね、でもさ、はいはいはい、なんかいろんなフェス問題がちょっとさ、はいはい、なんかいろいろあったじゃん、はいはいはい、なんかちょっとヒップホップな系のやつ、はいはい、あ問題ね、きっとさ、はいはい、アニサマなんかはめちゃめちゃしっかりやったんだろうなと思うよね。まあ ね、やってるでしょうね。いろいろ考えてやってると思いますよ、ねね、まあまあまあいろいろね世の中的にはいろいろありますけれども、うん、塚野はね、うんうん、さっきクラバーTV の間はもう忘れてもらって、はい、そうですね、みんなもう、はい、な波乗り気分で波乗り気分ってわけじゃないけど行、ねね、きましょうか、配信なんでね、うんうん、あ僕ねこの間ねライブやったんだよな、うん、ちょっとまあサポートで俺見たんだよそれ、サイキックラバーのジョーが YouTube に出てる、はいはいで、はいはい、なんかアドレス書いてあって、サイキックラバーでエゴサーチしてみたわけ。よくエゴサするよね。最近ちょっとあんまやらなかったんだけど、あそうですか、サイキックラバーって入れてプンってやったら、うん、なんかもう YouTube のアドレスが出てきて、はい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 、おーって思ってクリックしたら、うん、オーケストラの中に、はいはいはい、ジョーが、うん、あのビッカビッカのね、このイマジョーモデルを持って、はい、ビッカビッカに目立ってるんだ、はいはい、いやいや、それはそうでしょ、だって。おー、目立ちすぎじゃねえと思って。いや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 、もう、それはそうでしょ。ギターソロがね、うん、えぐいくらいのぶっとく歪んでた。うん、あすいません、本当に。ね、なんかね、あの、うん、劇版作家の林由紀さんっていう方も、はいはいはい、あのね、すごいね、楽曲いっぱい作ってる方で、うん、で、オーケストラの、まあ、バイオリンとチェロとかね、それこそサックスとか。うん、はいはいはい。ね、いろいろ編成の中で僕ギター、うん、であともう一人ね、あの渡辺裕太君とギターだと2人ツインギターで、ね、やらせてもらって、まあ本当ね、ちょっとごめんなさい、この時はあれですけど時間が全然ない中でやって、なんかめちゃくちゃでも格式高そうな感じだったけどね。そう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 、本当の本当に生配信なんでしょ。そうそうそう、生配信で、あのね、レコーディングエンジニアさんを、うん、横の部屋、まあ、スタジオに入れて、はい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 、そこで音調整してやってるからめちゃめちゃ音良かったはず。あで、うん、あそれはサイキックラバーも同じですよね、うん、そうだね、うんうん、だからやっぱり持ちは持ちやって感じだよね、配信もね。そうなんだ、うん、すいません。そう、竜がめちゃめちゃ光ってたからね。、うん、まあちょっとね、これこういう見た目ですけど、あの、うん、スペックはちゃんとしてますから、キラーさんが。いやいや、それはわかるよ。あのめちゃめちゃいい音なのは知ってるんだけど、はいはい、なんかさ、ああいう場所に呼ばれたら、まあ、なんかさ、トラディショナルなギター使えそうじゃん。そうだね、あの木目のギターとか思ってるだけダメな感じするよね。うん、ね、うん、まあでもあれだね、やっぱジョーはあれでしょ、もうキラーさんとのね、はいはい、あのもうがんじがらめの契約で。なるほど。言い方、言い方、でもさ、キラー以外弾きたくないって感じか。はい、いやいやいや、そんなのないけど、うん、結局なんかバランス取っていろいろ考え、やっぱね、いろいろなこと考えて作ってもらって、なるほど、あの僕もそういう感じで。もう慣れちゃってるから、はいはいはい、まあね、そうなんだよね、オールラウンドだもんね、このギター、ね、そうなんですよ。だから僕正直言うと、これはもう、うん、あのレスポールの音とテレキャスの音とストラトの音全部出せるようにしたいんですっていう話の音から最初作ったわけで、ムスタングの音はムスタングの音は入ってない、あ、じゃあ入ってない。チャーさんみたいな、チャーさんにはいかないんだけど。もうね、だから昔ライブでなんかもうすっごいいちいち持ち返してたのがあって、そうだね、でそうするとやっぱさ、はいはいはい、歌い手さんがいた時にやっぱほらつなげたいとかあるじゃん、曲つなげたい、うん、そういう時さ、なんか僕のギター待ちみたいになっちゃうと嫌だったの、それが。昔さ、ジョーがさ、うん、その持ち替えね、えんや、え、えっちらおっちらって持ち返して、うんうんうん、持ち返して弾き始めてたら、うん、チューニング狂ってて、うわーって、うわーってギターも、ほん投げたことあったもんね。そんなことしたことない、俺一回も、うん。懐かしいな。ガンジガン、メンバー紹介、ソロマン紹介、ありがとうございます。ね、はいはいはい、まあ、そういう、まあ、そういうお仕事もさせてもらって、いやいやいや、ありますけど、まあ、うん、あ、まあ、ちょっとここに早速書いてありますけど、うん、林由紀さんのね、まあまあ、ライブサイキック、はい、あ、ごめんなさい、その話はもう一回終わっていいですか、うんうんうん、あ、何何何、うん、いや、なんか今日から、うん、はいはい、あの配信チケット販売になったんですね。お、サイキックラバーワンマンのね、はいはいはい、はいはい、話なんですけど、あの午前中の10時から発売スタートかな、はいはいはい、今日か、そう、ごめんなさい、俺ツイッターに書いてあったね。そうですよ、だからあれです、はい、あの行かれないなっていう方はね、うん、こちらの配信チケットをね、はい、まあ、早めにご購入いただいて、あのみんなね、配信チケット、あの前日とかさ、はいはい、ギリギリまでしかこう買わなかったりするじゃん。いや、まあやっぱ迷いますからね。まあね、うん、なんだけど、はいはい、そうなると、うん、あの我々スタッフさんも含め、うんうん、あのドキドキしちゃうんで。あ、まあ、いやいや、なるべくね。そう、しょうがないじゃん、だって。なるべくあの早めにご購入いただいたらね、こう嬉しいなという。嬉しいなっていうね。はい、まあ、あの会場来れるよって人はね、生で会いたいなと思いますけれども。ね、そうですね。うん、
ギターの女王モデルの発売はありますか？ずっと待つ。発売されるされると言ってもうね、十数年。これだからキラーさんに行くたびに何かこうギターのメンテとか、まあやっても調整とかしてもらうと行くんですよ、キラーさん。そのたびに話をね、いや僕からというよりは。あのどうしましょうねみたいな話をして、ああ全然あの出しましょうよ。渋ってるんでしょ。渋ってちょっとこれはあの俺全く渋ってなくて、一般の人には触らせたくないな。いやそれ全然出しましょうよって話して、あそうですね、いいっすよねで終わるんで。それで、ね、10年以上経ってからも。なるほどね。あのなのでまあまああの期待せずに待っててください。自分で作ってくださいもうね。いやいやいや。あでもね、作っていらっしゃる方いたの。本当に。あの僕もエゴサしたんですよ、自分の名前で。そしたらこのギターと全く同じようにアイバニーズのギター、白いギターにドラゴンのこういうステッカーみたいな貼ってる方がいらっしゃって。本当に漫画日本昔話に出てくる竜じゃなくて。ボーヤーじゃないよ。ボーヤーじゃないんだけど。そうなんだ。そう。へえ。ねえ。はいはいはい、はい。すいませんね。本当ね。いいな。俺もヨッフィーモデルのマイクとか誰か作ってくんないかな。マイクって結構難しいよね。いやなんかさ、あのね、刻印、あのイヤモニみたいにさ、刻印ありますみたいなのね。そうだね。作ってもらえたら嬉しいな。我々のイヤモニ確かまだ売ってるんですかね。もうね、そうです。もうそっか、終わっちゃったか。なので手に入れた方もね、ありがとうございますという感じです。あ、もうね、配信チケットゲッターし、ゲッターだって。ゲッター、チェンジゲッター、ゲットしましたっていう人もね。自分のさ、噛んだのをさ、強く言うって新しい技だよね、それね。会場行きますよなんて人もね。ね、はいはいはい、あ、ギター欲しいです、ね、配信チケットは、余裕を持って、買ってくださいぜひ。あ、ピックね、ピックはね、あの一時作ったんですけど、サイキックラバーモデルのあのおにぎりピック作ったんですけど、まあ弾きづらい。あのピックって難しいよね。オリジナルピック作ってる人いっぱいいますけど、果たして本当にそれ弾きやすいのかって思うわけ。これ市販されてるこのなんかあのジムダンロップから出てるこのピックぐらいと同じじゃないと嫌だよね。なるほど。あのやっぱ材質は別格でしょ。別格。いやなんかわかんないけど、これなんていうの、ヨッフィーはどんなピック使ってるの。今ちょっと一瞬にして興味が湧いた、ヨッフィーが使ってる。え、俺ね、アコギ弾くときは、あのペロンペロンペロンってなんか樹脂製のねねねね、樹脂製のペロンペロンのやつ。いやいやいや、普通言うんだったらペラペラでしょ。ペロン、いやなんでペロンペロン、ペラペラじゃないのよ、ペロンペロンなの。ペラペラだとなんかもっとさ、この違い分かるでしょ、ギタリストは。いやいやいや、分かるけど。ペロンペロンなのよ。なんでよペロンペロンって。うん、それでね、あのギター弾くときは、あのね、あの聞いて驚くな。驚く、じゃあもうハードル下げない。岩崎くんからもらったマジレンジャーピックが俺一番使いやすい。あれ結構。で、岩崎くん本人も使ってないらしいんだけど。あの岩崎君とちょうど一緒にいたあのメーカーさんから、はいはいはい、ヨッフィーさんこれ好きなんですかって言われて、めっちゃもらった。なんだよそれ。、マジピックが俺は一番フィットするんだよね。おねだりしてんじゃねえか普通に、色といいね、形といいね、俺もうバッチリなの。あ、そうですか、なるほどね。ちょっとあの丸、ちっちゃいね、丸いやつだよね。そう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 、でちゃんとマジレッドの顔が書いてあって、セルロイド的な、そうだね、セルライト、セルライトは贅肉だもんね。セルロイドってあのなんか変な樹脂だよね。そうだね。あ、そう、俺ね、それ、それなの。ペロン、俺のペロンペロンピック。ペロンペロンピック。ペロンペロンピックって言い方よ。もうちょっとさ、舐めるようにね、弦を。ヨッフィーがペロリンチョペロリンチョペロリンチョってくる。アコギ弾くときもさ、アコギのチューニング下げてたりさ、結構軟弱な感じで弾いてるよね。どういうことどういうこと。なんかこうベロベロになるようにさ、チューニング下げてたりとかさ。あのさ、ちょっと触って。俺ヨッフィーやってるさ。この指先すごいでしょ。衝撃。俺よりも全然硬い。なんで。だいぶね、だいぶ最近はちょっとギターの練習をしてて。あ、そうなの。で、アコギはちょっと歌いやすいじゃん。やっぱ自宅でさ、歌うと、まあ座ってさ、ほんならがっちゃほんならがっちゃってこう歌うから、あの半音下げてるんだけど、ちょっとね、今はエレキもいろいろ弾き始めて、だいぶねギタリストの指になってきた。これでね、君のストッキングもビリ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 ってこう、ビリ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 。どういう思考回路なのそれ。あとそのね、硬くなるなんないは体質によるらしいよ。え、そうなの。結構俺全然ずっと柔らかいの。なんかいくら弾いてもなんかふにゃふにゃなの。ふにゃふにゃ。
ふにゃ指なの。まあいいわ。オニギリピック、ジョーさんのサインが印刷じゃなくて直筆のがあってびっくりしました。あ、一時書いてたのもあったかもね。書いてたかもね。なんかプレゼントでね。でもね、あのサイラバピックを、はい、あのペンダントにするとすげえおしゃれなんですよ。おしゃれかな、うん。一時期そういうグッズも売ってたんだけどね。うん、あ、止まった止まった配信止まった。え？止まってない？止まりました。止まりました？止まってなくない？そういう止まりくましたじゃないか。どうなんだろう。わかんないね。止まりま、俺の動機息切れかな。もしかして。なんだそれ。うん、さあ、はい、というわけでですね、うん、今日は、うん、さあじゃあ何をやるかということで、うん、ほいほいほい、なんとね今日はねすごいよ。あ、ね、サイキックチャレンジのコーナーに行く感じ。サイキックチャレンジのコーナーが、うん、行きましょうか。ちょっとね。お。よよよよ。トトトト。何するんだ。ね、すごい今日は、うん、なんか準備してくれてるらしいですよ。お。キキシリーズ対決って書いてあるぞ。やばい。あのね、このパターンはやばいよ。このアーカイブどんどん遡ってもらえると、うん、あのジョーが水道水とねミネラルウォーターの区別がつかない回があるんで。違うね、あそこの水道水マジで浄水器ついててわかんねえんだよな。そうなの。あ、じゃあスタッフさん、はい、何すか、うん、今日は。はい、はい、キキシリーズ対決、今回は2つのキキシリーズに挑戦してみたいと思います。イエーイ。まずね、うん、初めに。はい、じゃあまずアルコール消毒を。なんか食べ物でしょうね。よしよし、うん、なんかすごい。え、なにこれ、なにこれ、チョコレート。はい、待って、これ粉末になってるよ。もうこれを、これを食べて、ね、これを食べて本物を当てるんだね。なんかいくつか出てきてさ、これを食べて、はいはいはい、これを食べて味を覚えて、うん、それで今から4つぐらい出てくるの。4つ、うん、4つ出てくるんだって。その中でこれと同じ味のやつ探せと。お、あの、あ、そうだ、ポテチ対決もやったわ。ありましたよ。そういえば、はいはいはい。じゃあ後でちょっとライブやるんで、ちょっとあのチャンネル変えないでくださいね。食べさせてもらうよ。、うん、いただきます。ま、これすげえわかるよ。俺さ、あんまチョコレート食べないんだよな。あのゼロのチョコレートしか食べないんだよな。カッコつけてんじゃねえよ。いやいやいや、カッコつけてる。カッコいいの。カッコいいんだ。ジョーの中ではゼロがカッコ。カッコつけてんじゃねえよ、ゼロ。甘いもん食おうよ、甘いもん。うん、お、いや俺ほんとさ、あ、でも俺分かったから。なんかね、甘いの食べると、うん、なんかちょっとお肌良くないんだよね俺。うるせえな、いちいちょん。はいはいはい、じゃあこれを当てればいいのね。オッケー、もう覚えた。5種類だって。5種類、うん、覚えたよ、はい、俺はもう覚えた。はい、いやー俺このね、クリーミーさとね、あんまりあ、ライブも楽しみです、ありがとうございます。あ、ちょっと今ね、な、お、水飲んじゃったら分かんないじゃないの。ABCD、 ちょっと待って、はい、はい、じゃあこれをあれですね、当てればいいんですね。 ABCD どれかを。あ、 E まであるんだ。 E まであるの、マジか。和田様、甘い味苦手ですか。あ、海外の方かもね。うん、僕ね、あのシュガーが苦手なの。シュガーが、うるせえな、カッコつけてんじゃねえよ。カッコつけるつけないの問題。じゃあちょっと、はい、じゃあ、じゃあ A からいきますか、二人して。 A ね。これさ、まあいいや。あ、全然違う。それ言っちゃダメでしょ。いや、俺が思ってる感想だから。いやいやいや、それ俺にも影響するから言わない、それは。全然違う気がする。うん、あ、じゃあバラバラに作っていこうか。バラバラにね。次俺 A、E いこうかな。ん？あ、これね、俺ちょっと分かったかも。うん、あ、もうね、もうミルクの、鼻から抜けるミルクの香りが全然違う。かっこつけてんね。カッコつけてんだ俺今。カッコつけてんじゃねえよって言い返しなさいよ、そこで。そうだ、あの、話しかけないで。ふざけんな。あ、これはやばい。あ、これ結構ね、俺多分分かったかも。
俺まだ当たりがないな。俺完全に分かった。俺全 100% 当てるよ俺これ。俺これマジで。これはもう完璧。でもあれだよ、あの水道水とミネラルウォーターの時もあの完璧って言ってた。いやこれ絶対当たってる。これ当たってなかったら多分スタッフさんが入れ間違えてるよ。なんか突っ込んでくんない？人のせい。ナイス、ナイス突っ込み。俺ちょっと候補2個あるんだけど。え、もうどう考えても一択だよこれ。ちょっと待って。ちょっと待って待って、今あのちょっと待って、とは言うものもう一回清めの水を飲んでから。俺ね、あ迷ってんのよ。これとこれで、これとこれ、どっちだろう、どっちだろう。もうじゃあ完璧に決まった？え、じゃあ悩んでない？いや、ちょっと悩みはうまい。もう、何揺れ動いてんだよ。なんか、ちょっと似てるのがあるんだけど。やばい。うん、聞きなんちゃらシリーズの時、ジョーさん、俺分かったかもって言いがち。うん、いや、ちょっと待って。言ってる。ね、何自信なくしてんの。あれちょっとダメだ俺。あ、これは俺分かんない。ちょっと2個分かんないっす。どうしよう。あの元々のやつをもう一回食うのはダメなんでね。うんうん、あ、オッケー。じゃあはい、決まりました。でも俺ちょっと心が決まった。第一印象同士せーので出す。いや、せーのでいきますか。はい、いきます。じゃあはい、せーの、E、B ですね。おお、俺ね E と B で迷ったの。これはどう考えても B だと思う。あ、本当？あ、俺ね、俺自信ない。 B と E がすげえ同じな感じがしたって。あのね、うん、確かに E はちょっと似てるんだけど、うん、いや俺さ、後味鼻から抜ける後味が、ゼロしか食べてないから。カッコつけてんじゃねえよ。カッコつけて。今日はアイロンな、うん、なチョコをあっ、いろんなね、アイロンなじゃなくて多分いろんな、うん、まあアイロン、アイアンメイデン、確かにね、うん、なるほど、いろんなね、何度も食べると分かんなくなる、はい、食べるために分かんないですよ。フリーにならないことを願ってます。いや、うん、絶対 B だって。どう考えたって絶対これ。あ、いや、うん、でも B かもしれない。俺これ、うん、自信あるよ。正直ね、分からないです。じゃあ最初のチョコ、はい、あ、最初のチョコ食べたい。最初のチョコ食べたい。で、ここをめくっていただくと、ちょ、これ食べていい？食べていい？食べたら変えらんないよ。食べたら変えらん、じゃあいいや。え、これめくるとどう？え、じゃあめくると固定書いてあります。あ、はい、じゃあこれいいんですか、めくって。2枚目書いてあります。はい、こういうこと、はい、こういうこと。ザン、え、俺ちょっと怖いな。ザン、なになになに、ザン、次のページ。どれ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 、なに、わかんない。え、 B じゃん。ほらー、やったー。いや、そうだよね。どう考えたってこれだよ。でもさ、似てない？じゃあ確かに B と E が迷ったんだ。俺他が違うのは分かったの、完全に。そうでしょ。でもね、 B か E かは結構もう山間だね、うん、いや、これは分かりましたよ。あ、そう、そっか。だから俺そう、ゼロしか食ってないから、あのノンキャロリーだから。ダッサ。ちなみに、はいはい、だよね、俺これ思ったんだよね。え、なになに。俺なんだったら銘柄さ、あ、これ先言いたかったかも。ああ。俺ね、これえ、ゼロゼロ。いや、だったら分かるじゃん、これ何番。いや、 A か、 だかこれは分かるの、このじゃ、俺これもう、俺これ大好きなの。一番好きなの、これ。いや、俺ね、多分、いや、俺物心ついてから食べたことないかもしれない。そうだよね、これはクランベリーのやつだよね、この C はね。分かった。いや、これはだってちょっとベリー系の。でもね、これは分かった、このブラジル。あー、濃かったよね。だから俺さ、
あの俺食べるチョコってこの何あの 70% とかカカオがめっちゃ多いやつか、うん、ゼロなんだよ。だからカッコつけてんじゃねえよ。カッコつけてんじゃねえよ。カッコいい。だから結局さこういうことなんだよね。この B と E、ね、いやもう知らない知らないもう。確かにそうなんだ。全然食べたことないあのね、うん、ちょっとだけ E の方がヌメッとしてんだよね。ちょっとだけ。いやチョコは口に入れたらヌメッとするだろうよ。ちょっとだけするんだって。あこれちょっとなかなかでしたね、うん、まあまあまあ仕方ない。甘いものはありがとうございます。うん、あー嬉しいな、はいはいはい、当たってよかったよかった。ちょっとじゃあもったいないから食べます。ありがとうございます。わざわざスタッフさんが同じように削って見た目で分かんないんだってんですよ、うん、すごいね。こうなんぞ粉砕してくれて。いやいやだからこれさこれ混ぜてジョーのスペシャルチョコレート作ればいいじゃん。なんか溶かして。いや混ぜたら俺のじゃないじゃん。俺のスペシャルじゃないじゃんもうすでに。え、なんでもいいんでしょチョコなら。いやいやいやよくないよ。いやだから今聞いてた俺の話。あれが一番好きなんだって明治のチョコは。全然話聞いてねえじゃん。えゼロはゼロはゼロ。あ、ごめん、ね、ゼロは逆に言ったらゼロは食べたことあるのジョーは。ゼロは俺好きじゃないんだよ、うん、かっこ悪い。いやいやいやかっこ悪い。今更水を得たように言うんじゃないよその、はい、じゃあ次は何でしょうか、はい、これは次の危機対決は次緑茶。これはね緑茶か。なぜ太らせるこんな。いやいやそんなちょっとで太んないですから、うん。いやいやいや、でも分かんない、今日のチョコが、うん、チョコの危機対決がジョーのトリガーとなって、はい、また真っ逆さまに戻ってしまうかもよ。今までのファットボーイジョーに。いやいやそんな落ちてデザイアしないから俺。ちょっと、はい、はい、じゃあはいはい。お茶飲みます。そもそも飲む。あ、そうですか、うん、緑茶。俺はあの濃いやつ、濃いやつね。あやたかじゃないか、なんだっけ、あのカスが茶渋がなんか溜まってるやつとか好きよ。カスとか言うんじゃない。茶渋、あ、茶渋も、茶渋も給水つくもんだから。茶渋じゃないよ、茶葉ね、茶葉。うん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 、うん、あれ爽やかだねこれ。あ、いやこれあやたかでしょ。あ、これはあやたかなんだけど、あやたかを多分当てるんだろうね次は。あやたかを当てる、うん、なるほど。え、これ5つ出てくんの。4つ。これも二度と飲んじゃいけないんでしょ。うわこれね、やっぱね、飲んだ後に鼻から抜ける香りを記憶しておくことがやっぱ大事だよ ね。鼻から抜けるって言いがちだよね。だって鼻から抜けるもの以外何を判断基準にすればいい、ね、俺はアレルギー性鼻炎で鼻から抜けません。ダッサ。かっこ悪い。かっこいい。ん、あーでもうんチョコの後のお茶ちょっと苦いね確かに、うん、なんかあやたか、うん、いいねいいね。俺あのね、ちょっとなんか酸味があるやつあんま好きじゃないんだよな。なんか多いお茶とあやたかだったらどっち選ぶ。あ、それ難しいね。俺多いお茶そんな好きじゃないんだよね。多いお茶の、うん、缶のやつは好きかな。そうなんだ。ほうほうほう、缶のやつ。あ、オッケー、わかった。うん、はい、わかりました。はい、テイスティング終了。でも美味しいよね、あやたかね。これはいはい、どうしよう。ちょっと今から何種類、あ、じゃあどうぞ。4種類来ましたね。うん、来ましたね。お、あ、これ色ってさこんなに同じなんだ。うん、1個異常に濃いのがあるねこれね。じゃあこれってさ、はい、どうなんだろう、その、まあちょっと、うわ、僕はこれから飲んだみたいな。どれか最初に飲むの大事だよなこれ絶対。じゃあこの、うん、あ、結構わかるぞ。あ、全然違う。結構わかるぞ。全然違うぞ。あ、これもいける気がする。全然違うじゃん。あ、これも違うな。これ分かりました僕は。あ、これ分かりました。うん、
はい。これ私は俺もこれ当てちゃっていい？分かってしまいました。これ余裕で分かるよ。ちょっと早いね。でも早いね。なんかね。これ余裕で分かるよ。コーナー的にどうなの？あ、でもいい時間か。いい時間か。いやでもね。うん、ん？ちょっと待ってよ。まあ、ちょっと一回リセット。一回リセット。あ、え、お茶ってこんな味違うんだ。まあ違うよね、そりゃ。あ、俺これ結構ね、好きなのが結構あるな。これがあんま好きじゃないっていうのもあるな。ちょっとね、俺好き嫌いはちょっと今データとして取ってないな。データとして取ってないとか、うん、何言ってんだよ。好きか嫌いかは考えてなかった。うん、でもちょっと今それをやると分かんなくなる。このさ、 B すごい苦い。なんかあのほら濃いめみたいなやつじゃないの。うんうんうん、そうだね。 B すごい苦い。でも俺好きなのはこれ D。 あ、そう、 D が好きかも。緑茶ね。 OK。 俺、はい、これはもうごめんなさい、当てちゃいます。はい、あやたか、どれでしょうか。じゃあいきます。せーの。はい、はい、せーの、うん、A ですね。あ、ごめんなさい、ちょっとごめんなさい、割れなかったね。あれ、正解。正解。あ、だよね。ちなみに、はい、何か銘柄わかる。これ、この B は多いお茶の濃いやつ。違う。お、正解じゃん。すごくね、これ。あ、違ったかな。そう、これ濃い茶、これで、これ何があるのか分かんないけど、あと何があるの？これはね、ちなみに D は俺なんか銘柄が分かんないんだけど、 D はね、俺思うんだけど、俺ね、生茶だと思う。あ、そう、それ俺ね、生茶じゃない。俺それを多分ね、俺モジョストに来るまでに飲んできたのが D なんじゃないかなと思う。 D 生茶じゃない。違うか。あ、さすがに当たんないか、そこまで。D なんすか、ちなみに。分かんない。C は普通の多いお茶じゃない？違うか。さすがに分かんないか。正解。おー、やった。あと1個。え、じゃあ分かんないな。俺お茶の銘柄が分かんない。てか俺この3つはすごい飲むから分かる味が。あ、そうなんだ、うん、へえ。あの、うん、俺コンビニでとかでさ、自分で選ぶの、うん、ほぼ8割型生茶。あー、そう、うん、でも生茶じゃないんだって。生茶じゃないんだ、ね、あ、イエモンとかじゃないの？そしたらイエローモンケー。うん、だってそれ太陽が燃えてる。なんすか、なんすか。だってそれしかなくない？あとは何？あとはほら、コンビニのプライベートブランドみたいなのしかない。えー、言ってみてください。え、大きな声で。大きな声で正解を。え、わかんない。今出てました。歌ってたじゃん今。イエモンでしょ。イエモンなの？イエローモンキー？吉井さん？あー、イエモンだ。あ、俺結構分かったな。すごいね。うん。あ、でもこれはちょっと分かんなかった。あと消去法でこれかなと思った。え、なんで生茶はないんですかこれ。生茶じゃないんだなと思って。まあでも、うん、まあまあこういう感じだよね。あ、そうなんだね。あー、なるほどね、はいはいはい、へー、面白いね、うん、結構こうやって飲み比べることあんまないもんね。いや、でも当たりましたね。うん、うん、よかった。俺たちの舌は、うん、違いが分かる。バカじゃない。いやバカとか言うんじゃない。舌はバカになってない。違いが分かるユニット。はい、あれだよね。でも、うん、あの水道水とミネラルウォーターのあのお名はちょっと変更したんじゃない？あれマジで逆だったと思うんだよね。多いお茶が一番美味しい。あ、そうかな。多いお茶、これね、これで C ね。俺生茶派なんだよな。なんかあのパッケージに、なんかパッケージにいっちゃうのかな、なんかな。生茶ってさ、うん、これほらメーカーさんの忖度も何にもないから言うけど、うん、生茶ってちょっとさ、えぐみない？俺ね、あのえぐみ好きなの。で、多いお茶がちょっと一番ダメ、なんか。生茶あるよ。お、一気飲みする。いや、まあちょっとね、あの、ごめんなさい、あの、まあまあ全然あれですけど、正直今トイレに行きたくてめちゃくちゃない。なんだよそれ。めちゃくちゃやばい。はい。ということで。あ、でもね、あやたかすっきりしてる。美味しいね。ね。なるほどね。うん。いやー、はい、ちょっとこれ見てる人が面白いかどうか分かんないですけど。生茶、あ、ついでにちょっと生茶で飲んでみようよ。
ちょっとあの緑茶レビューですよ、これ。こうなったら。はい、じゃあ、ね。はい。なんでこんなうちいっぱい。へい。へいへいへい、ありがとうございます。へいへいへい。はいはい。あ、いいっす。さあ、いいっす。さあさあさあ。バン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 、いきましょう。うわっ、こんなに違うの？これちょっとビビるぐらい違う。これ一番違うかも、なんか。うまい。なんだその感想。うまい。これちょっとさ。これだよ、これ。あでも俺が求めている、こんなに違うんだ、俺が求めるお茶はこれだわ、うん、なんだかんだ俺綾鷹が好きかもな。そうなんだ、うん、一番すなんかすっきりしてる。なるほどね。でもさ、これ多分さ、はいはい、今結構キンキンに冷えてるじゃない。温度によってもなんか違うのかもね、まあまあまあ、今ちょっと生茶出してくれたんじゃないか、これが一番冷たくなってもね。濃い茶はなんか、いやいやいや、あの昔よく焼酎のお茶割りとかやるときは濃いやつでやってたんで昔。そだって割るからさ、濃い方がいいかなと思って。あ、俺ちなみに焼酎は、うん、あのジャスミン茶割りが好きだね一番。ジャスそれまたちょっと別ジャンルの話だよね、うん、かっこいいじゃないんだ。かっこよくはないし。あ、そう、あ、そう。ジャスミン茶ね、わかりました。まあまあ、ね、嫌いじゃないですよ、はい、ということで、はい、というわけでそんな、すいません、そんなことやってみました。聞き対決でした。あ、ありがとうございます。じゃあちょっとスタッフ総出で片付けよう。はい、カオさんめっちゃ映ってくる。さあ、じゃあ佐藤くんちょっとね、こっち、はい、よし、よし。あ、佐藤くんめっちゃ映ってこれさ、はい、最強のお茶を作るってやってみたいね。ブレンドしてさ、なんかこれが意外と難しい。あ、俺さ、あの、うん、ワインボトルみたいなのに入ってさ、1本なんか1万円近くするさ、お茶もらったことあるよ。うん、へぇー。霧の箱に入ってさ。あ、じゃあみんなの、あの高そうなね、うん、ボトルに、あやたかを入れて、ジョーにプレゼントしてあげてください。ね、なんかね、ほうじ茶かなんかだった気がする。そうなんだ。うん。なんか美味しかったね、妙に。はいはいはい。さあ、じゃあ、そうそう、ライブ、ライブやろうか、ライブ。ライブ、ね、ライブ何やりますかね。何やろう、決まってるんですけど。あ、アコギね。アコギで。アコギな。アコギで。アコギな。よいしょ。そんなあ、ワンツーワンツー、チェックワンツー。あ、音出てない。これで音出ない。手冷えちゃった。ちょっと、コーラスかけてみようかな。ワンツー、ヘイワンツー。さあ。じゃあですね、今日はあのうーやべ、ちょっと待って、どうした、ちょっと待って、ちょっと待って。まあまあまあ、生放送なんで今何時、あ、もう8時39分ぐらい、うん、ちょっとね、ライブお茶飲みすぎた、お茶しすぎた。いやいや、ゆっくりやって。お手洗いに行ってきては。さあ、今日は何の歌ですか。忍耐でね、今日はですね、やっぱりあの、うん、あの残念ながら9月1日になっちゃったんですけど、はいはい、うんうん、もう俺的にね、こう 夏の歌といったらもうこれだろうと、はいはい、いう感じで、選んでまいりました。プリンセスプリンセスの、世界で一番暑い夏をね、はいはいはい、やりたいなと。やりましょうかね。俺この曲さ、うん、生まれて初めて、うん、確か中1か中2ぐらいの時に、うん、バンドで文化祭で、ほう、いや初めてやってた曲がこの曲だった気がする。だから今日さ、うん、譜面も何もなしに、譜面ないよ、覚えてるけど聞いてんだ、ね、キーは違うんだけど、はい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 、曲を覚えてるな。いや俺ね、うん、あの仙台のとある専門学校のイベントで、はいはい、あの富田京子さんと渡辺敦子さんというリズムセクションでこの曲やったことがあって、もうめちゃめちゃちょっとね、数年前なんだけど、うんうん、でギターがね、今やもう布袋さんの隣で弾いてる黒田くんというね、あのカンジャムとかにも出てましたけど、なんかねすごいメンバーでやったことがあって、結構、あ、いや、もう俺プリプリ大好きだったから、あの俺の中のねポップ要素ってもうプリンセスプリンセスプリンセスを聞いてね、あの養ったものなわけよ、なんか、あのね、今日だからこれやろうよってなってさ、うんうんうん、車の中で聴いてきたんですけど、うん、めちゃめちゃいい曲あるよね。いや、いいよね。なんか M とかさ、めちゃめちゃ知ってんじゃん、はいはいはい、全然知ってんだけど、まあね、改めて聴くと結構涙出たね、うんうんうん、なんか俺さ、そのすごいよくできてんだよなと。実はそんなにそのバンドブームの頃は、はいはいはい、
19 Grown Enough とかは、そういうのはさ別にテレビとかでやってたから、うん、なんか めちゃくちゃ有名なね、そう、うん、ヒットソングは知ってたんだけど、うん、あのね、サイキックラバーとしてデビューして、はいはい、いろんな曲をね、はい、こうキャッチーな曲を作らなくちゃいけないってなった時に、はい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 、プリプリの CD 全部買ってきて、うん、勉強した一個一個ね、うん、聞いてたんだよね。うん、いや、なんか教科書、俺にとってはそうだよね、うん、いいポップロックのね。はい、じゃあ、うん、聞いてください、はい、世界で一番暑い夏です、はい、8月の風を両手で抱き締めたらイマジネーション飛び立つのサバンナへ、輝く銀色のせすらう二人を乗せ遥かな東京を今越えるよ、退屈なイルミネーションざわめく都会ステレオタイプの毎日がほら蜃気楼の彼方に消えてく One and only darling、 駆け抜けるゼブラのストライプ From each darling、 舞い上がる砂の嵐、世界で一番熱く光る夏、もうこのときめき止めないで、コンパスはいつもほらに波を刺してる、もうすぐよきらめくシャングリラ、終わらない二人の夢の中で、遥かなオアシスにたどり着くの、モノトーンの時間がいつの間にか奪う、あて一体心の中の自分がいる、取り戻すのよ、8月の風を抱きしめて Fly with me darling、 飛び立つの二人のサバンナへ、 Hold me tight darling、 駆け抜けるゼブラのストライプ Fly with me darling、 舞い上がる砂の嵐、世界で一番大きな太陽、世界で一番熱く光る夏、世界で一番愛してる、ね、ということで懐かしい懐かしいよ、いや偉大だよね、いやこういうヒットソングはね、ほんとさ懐かしいよね、あのさ、いやずっとさ、いいよね、これ原曲ってさ、うん、シンセベースでさ、ベン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 なってるじゃん、だからそれね、そうそう、うわ、なってる、あのね、ポイントだよね、そうなんだよ、それをね、アコギでやってしまう今城達之の大天才、いやいやいや別にこうちょっとカポしてたけど、あのね、うん、あのね、これめちゃめちゃプリプリ多いんだよね、あ、そうなんだ、この分数コードっていうか、ちょっとマニアックな話なんですけど、あのベースはもうなんかこのまんまで、うん、ベースはこのままで上が変わってくる、こういうね、これね、他の曲も結構あって、これさ、うん、いやライブでもさ、うんうんうん、こうね、こうドゥ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 ってなんかドゥ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 ってなってきた途端に、うん、あ、プリプリだってこう分かる曲じゃない、うん、そうですね、ね、いや、いい曲だよね、ええですな、昔の曲は良かったっていう、うん、あの話よく言うじゃん、
だけどいい曲が残ってるだけなんだよね。俺すげえ思う。ね、昔のダメな曲もね、はい、いっぱいあるということですか。そうそうそう、まあでも、ね、まあ歴史をね彩った曲たちですからね。まあまあ、そうですよね、うん、いやまあ、はい、夏そうね、8月の風よって9月になった瞬間に言ってるからね。そうなんだよね。ちょっとタイミング間違ったなと思いながらもですね、まあ、はい、もう好きなんでやらせて。そういうことあるよね。あ、はい、カバー生放送でやるの怖いな。 ありがとうございます。感想ハコゲ、ハモリ最高、パチパチかっこいい、ありがとうございます。よかった。今日ね、ちょっと俺声が出づらくてさ、お、声ちょっとね、途中でちょっとサイキックラマーのね曲をね、うん、次はちょっとお届けするんですけど、はいはい、立ち上がっていい？ちょっと立ち上がりましょう。立ち上がりましょう。喉が閉まるんだよ。いや、立ち上がった方がいい。はい、じゃあちょ、チューニング、やっぱ温度でこう、ちょ待って、なになになに、せいちょっと待って。さあ、じゃあね、今日の曲は、ね、音出るかな、何行こうかな、うん、OK、 準備はいいかな。音出てます？見てる人大丈夫、うん、さあ、はい、じゃあ大丈夫かな。今日ちょっとワウ持ってきた。ワウ大丈夫、ワーイワーイしかない。ワイ、さあ、あ、出てました、ありがとうございます、よかったよかった、はい、じゃあ行きましょうか、はい、じゃあ、ね、はい、タイタニアという NHK アニメのエンディングテーマでした。この曲です。ロストインスペース、うわー、暗闇で探りで進む Where do we go? Maybe 薄の輪みたい輪廻する定め Windows are draw 真実はどこだ Lights and truth 光と影が交わって最後は投げられた、求められない、 Dive into the light、 oh、 ロビーの風に逆らいながら今前を抱きしめる、さあ脇の剣切り裂かれた時もさまよう Lost in Space、揺らされたトラップ陰謀の果てに We all alone 追い詰められてく逃げる場所はない、 No place to hide 歴史の渦に飲み込まれても確かに生きた欲しい、お前は振り向く、俺がいるから A protection line、 争いの果て手に入れた光は他の場のミラージュ、さあ人の羽に打たれながら時をさまよう、oh yeah!
ちゃん。はい。パシパシパシとかないよね。いやあれじゃない。いや違う。今から。実際。ごめんなさい。スタッフさんに強要ってわけじゃないです。そういうわけじゃないですけど。強要さん。やっぱワーム使いすぎちゃった。いやほんとね、今日、まあ、リハでもさっぱり歌えなかったんで。いや、まあ。ありましたけれども、ね。いやー。さあ。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。さよなら。なんでやねん。いや、やってください。あ、でもなんか、パチパチやっときましたよ。かっこいい、ありがとうございます。ね、かっこいい。カズベデカレンジャーが1ミリ、あ、すごいね。お、いや、あのね、デカレンジャーから3ミリ変わってる。3ミリ?1ミリもって言ってんのに、お茶って喉の油分奪われますよね。そうなんだよ。あのね、俺ね、失敗したんだよ。いや、ちょっと待ってくれよ。あのさ、ちょっと言い訳を探すんじゃないよ、言い訳を。いや、あの、今でも大丈夫だよ。ウーロン茶よりは、うん、マシなんだけどね。大丈夫、うん。もう不調こそ我が実力ですよね。もうとか言って俺もさうまく弾けないって言ってたらバンもうイライラしてしょうがないんだけど、ね、聞いてるこっちも座ってると声が出ない。あ、そうか、かっけーです。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ね、ぜひねワンマンライブ皆さんお待ちしてますんで。はい、よろしくお願いします。そうだよ、コール&レスポンスね。別に変わって、はい、オリーブ、あ、そうね、オリーブ冷たいもの飲むと声出にくくなる。そう、俺はね、俺逆なの、冷たいものがいいんだよね。うん、そうなの、ね、うん、ライブのドリンクとかもね、キンキンのやつがいいな。うん、まあいろんなね人いるんでしょうけどね。水をさ用意してくれじゃん。俺ポカリの方がいいなって思う時ない。ポカリはね、うん、ベタつくから。うん、やっぱり俺ノンシュガーじゃん。うん、チョコレートもゼロじゃん。かっこいい。かっこよくね。いやだから、いやポカリとかあのちょっとベタつく。あ、間違えた、かっこつけてんじゃねえ。ベタつくものは。うんうん、ちょっと良くないのよ、実は。あ、そうなの。歌ってる時とかね、ベタつくっつったってここがベタベタするわけじゃないんで、あれ乾燥したらベタベタするけど手に持って。やっぱあの真水がいい、真水がいいですね。あ、そうですか。はいはいはい。ね、はい、ということで、はいはい、はい、早いね、スーパー告知タイム行ってみたいと思いますよ。はい、はい、ここで恒例のスーパー告知タイムです。はい、サイキックラバーオフィシャルファンクラブサイキックマニア絶賛会員募集中。サイキックマニアではオリジナル会員証発行、ライブイベントのチケット先行、メルマガバースデーメールの配信、他会員限定のライブやイベント参加資格などなど、これでもかというくらい盛りだくさんな会員特典がありますよ。はい、はい、サイキックマニア FC 限定配信、うん、月1配信がありますよ。次回はいつですかね。次回はいや決まってなかったっけ。決まった気がする。あのまあ FC 配信でしょ。 FC 配信は、うん、書いてないの。今月のあったっけ。あれ決まってないんだ。決まってないか。あのね、9月の30日が次回の、まあ、このサイキック、はいはいはい、TV の配信なんですけど、はい、そっか、 FC 配信は決まってないんだ。 FC 配信っていうのはファンクラブ限定で、うん、そうそうそう、あのヨッフィーと僕が自宅からオンラインで、うん、はい、まあまあ、くっちゃべるだけです、うん、ね。でジョーがねケーキを爆食いする姿が見れますんで、とか、まあ、いろいろやっておりまして、はい、ぜひぜひ。まあ、同じサイキックラバー TV、 これ今日と同じ形でやるのは9月30日、ね、うん、9月の30ね、はい、はい、ぜひ皆さん、ね、よろしくお願いいたします。はいはい、お願いします。はい、はい、そして、サイキックラバーとね、五条真由美さんコラボしております機械戦隊ゼンカイジャー、ブルマジーンのロボ曲コンビネーションブルマジーンが入ったミニアルバム機械戦隊ゼンカイジャー1、こちら絶賛発売中、そして配信もねされてますので皆さんチェックしてくださいね。はい、はい、ちょっとこの台本そのまま読んでいいですか。うん、その CD に収録されているチェンジ全開全開じゃコンビネーションブルマジーン海賊の歌全開合体ジュラガオン4曲とミニアルバム機械戦隊全開じゃ2に収録されている高橋秀幸さんが歌うパワーアップスーパー全開ザーも僕がギターを弾かせていただいております。はい、読めた。あのさ、はい、やる気出したら読めるんじゃん。違う、あのね抑揚つけると俺噛んじゃうから。、はい、だからもう今、うん、もうさ、うん、ナムアビダブツみたいな、ジュゲム五行の擦り切れみたいだって。なんかも前回じゃ本編の中の BGM のギターもいろいろ弾いておりますので、うん、チェックしてみてください。よろしくお願いします。ね、はい、今年はねスーパー戦隊でジョーのギターがね、はい、たくさん聴けるぞという、
やらせていただいております。そしてですね、はいはい、個別の告知いきますよ、はい、ヘアメタル研究会のですね、うん、はい、投げ銭バーチャルスーパーライブ、はいはい、スーパーついてないか、はい、はい、こちらですね、あれです、YouTube の方で無料公開されてますので、はい、まあ有料という形じゃなくてね、皆さんに応援チケットを買っていただくというような感じで、うん、まあ、はい、取り行いまして、応援チケットをご購入いただいた方には、特別動画特典をお送りするというね、はい、そんなシステムになっておりますので、ぜひぜひ YouTube アクセスしてみてくださいね、よろしく。はい、僕は、うん、まあちょっといろんなところでまたギター弾いてます、うん、またまたあの YouTube 生配信、まあね、いや、うん、そんなことないですけど、うんうん、まあまあとにかくですね、うん、10月23日口酸っぱく言ってますけども、うん、こちらがですね、そうだよ、有観客2年ぶりですね、有観客ライブ、もう2年もみんなと会ってないか、サイキックラバーワンマンライブ2021秋あららら、ザ・ゴールドエクスペリエンス、うん、本日より配信チケットが発売となりました、うん、一般チケットも絶賛予約受付中です、もうなるべく配信チケットもお早めに、はい、はい、よろしくお願いします、ね、よろしくお願いします。まだね、バンドメンバーもいつものね、トールさん、ナオミさん、田中亮介くん、はい、まあまあ、すごい腕メンバーが、俺このライブで初めてだよ、はいはい、トールさんのね、うん、新調したニューセットを見れることに、ね、うん、なるのではないでしょうかね、新しいドラムセットね、作ってましたけど、うん、はいはいはい、ね、まああとあれです、はいはい、いろいろグッズもね、はい、企画してますんで、そうですね、はい、はいはい、前回のさ、はいはい、サイキックラバーの FC 配信で、はい、あれですよ、はい、いろいろね、うん、ファンの皆さんから、うん、なんかこれ作ったらいいんじゃないの、あれ作ったらいいんじゃないのみたいなね、はいはいはい、うん、アイディアもいただいたんで、はい、はい、ちょっと反映しつつ、ね、はい、いろいろ考えていきたいと思ってます。結構参考になったのあったので、まあ、ほらマスクとか作りたいよね、みんな必要だしね、うん、そうだね、マスクとかできたらいいな、はいはいはい、なんて思っておりますけどね、サイキックラバーブレンド茶とかね、ブレンド茶はいらないです、うん、ティーバッグ、ティーバッグ、ティーバッグ、パンツなのかお茶なのかどっちかって話だね、バッグ、バッグ、バッグだから、バッグ、ティーバッグ、なんなん、どっちなの、ややこしい、あと、うん、あとあれだ、はいはい、サイキックラバーの FC でブログ書いてるじゃないですか、はい、あ、はいはいはい、そこでね、ちょっと今日か明日に、はい、すごい僕特別な動画を公開しますんで、ちょっと興味津々で待ってていただきたいなと、ね、これね、はい、うん、正直言うとブログがね、うん、やっぱほら我々も出歩きたりしなくなったじゃない、今島さん、ね、だいぶ更新してなかったですね、いやいやいや、すいません、ネタがないっちゃネタがないんですよ、もう本当に、ね、いや 生配信してるじゃん、なんかこのキラーで、キラーで、いやいやいや、まあ、そういうのはありますけど、うんうん、まあ、ちょっと決めたんです、僕ちょっと自分の中で、うん、やっぱりなんか決めないとダメなんで、うん、僕ほら、ね、夕方4時以降にしか食べないとか決めたら、あ、いいじゃん、ね、これからワンマンライブの日まで、うん、もう毎日更新、いやいや、いやいや、そういうね難しいことやったらダメな人間そうなだから、各週月曜日僕書きますっていう、うん、あ、そうなんだ、必ずその日は書く、各週もっと書いてもいいんじゃない、そうだね、もっと何かあったら書きますけど、うん、最低それは書きますんで、うん、すいませんでした、はい、ね、あ、 FC にブログコメントつけられないのが、あ、そうね、うん、あれ先日ヨッフィーさんが上げてた動画見れない、え、そうなの、ヨッフィーのね、マジでヨッフィーはあるあるなんですよ、あれね、いやいやいや、え、本当にそうなんか、本当なのかな、え、現場行って帰宅してから、え、見れた人いないの、マジで、そうです、結構めちゃめちゃレアな、うん、ちょっとここでは言えないんだけど、うん、むちゃくちゃレアな動画を上げたんだけどね、あ、そうですか、うん、ね、はい、これって現場行ってライブハウス行って帰宅してからアーカイブが見れるの、もう見れるの、買った人は見れるのか、両方買った人は見れるのか、はいはい、そうです、あ、そうですよね、まあまあまあ、それはそうだよね、うん、あ、1週間見るの、あ、そうね、配信のチケット買ってくれた方は1週間が見れると、はいはいはい、そうね、うん、まあでもね、せっかくなんでね、10月だ、23日から30日までっていうことだよね、はい、ね、ね、いやでもせっかくなんでね、繰り返し堪能していただきたいなと思います、確かにね、残るって怖いよね、うん、生ものが残るって我々にとって怖いですよ、やっぱり、うん、やっぱりね、ミスったものそのまま残ります、見れないのかな、動画 PC で見ようと思って、え、いや、わかんない、なんだろうね、何をアップした、あ、まあ後で教えるじゃん、うん、そう、あ、ちょっと、うん、え、エンコーディングのもわかんない、あのね、サイトのミュージシャンって本当動画に弱いんですよね、いや、あのね、うん、あ、でもエンコードの問題なのかな、え、サイトに上げたらそういうのって関係なくなるんじゃないの、うん、
あ、まあいいや、ちょっとねテクニカルな問題解決しようと思いますので、はい、ちょっとお待ちいただきたいなと思います。はい、はい、ということで、じゃあ一応ここだけちょっとよく読んでます、ね。はい、お、どれだい、はい、はいはいはい、最後にですね、東映特撮ファンクラブ略して TTFC にて、この番組の TTFC バージョンが配信されております。うんうん、実はねこの生放送を始める前に TTFC の番組を毎回撮っててですね、はいはいはい、まあ、前回は、うん、あの山形由紀夫さんのカバーのね、うん、ガオレンジャー吠えろね、あれをやって、あとあれだ、スーパーヒーローゲッタースーパーセンターヒーローゲッターをね、うんうんうん、一人で歌うという、うんうん、無理難題にねチャレンジしたりとか、はい、あのなかなか面白いことやってますので、ぜひぜひ見てほしいなと思います。はい、はい、こちら TTFC 会員のみ視聴ですので、月額あれおいくらでしたっけ、なんか500円とかなんか700円か、はい、ぜひぜひね皆さん、お小遣い、貯めてですね、うん、まあまあ、そうですよ、まあまあ、興味ある方はね、うん、お茶飲む回数を、ね、6回くらい減らしたら、ね、もう金額はもういい入れるんじゃないかなということで、はい、はい、皆さんチェックしてください、よろしくお願いします。はい、この番組では皆さんからお便り募集しております、募集してます。まあそこに書いたね、概要欄にね、はい、info@psychic-mania.com に宛てまでね、ください、はい、よろしくお願いします。お待ちしてますんでね、はい、皆さんのね、皆さんの周りに起こった出来事ね、はい、秋が近づいてきましたねみたいな960円ではって書いてあるよ違ったんじゃない、ちょっと間違ってる、適当なことを言うんじゃないよすいません、ちょっと、ね、あれれれ生放送なんで、今9時3分ね、しかもドヤって言っちゃった 今ねめっちゃ自信たっぷりにこれね、我々が発信するよりもね、お客さんよく知ってんだからありがとう。960円、まったく本当にね、960、ね、まあまあこれで我々も覚えましたんで、うん、覚えた、はい、収録だったらカットですけど、生放送ならカットできない、すいません本当ね、まあ、TTFC、はい、ぜひ見てください。はい、さあ、ということでそんな感じですかね、ね、まあ、はい、ちょっと今雨降ってきた、もしかして、え、雨今雨降ってんのかな、あ、そうなの、でもさ、しばらくあれだよね、うん、天気悪いよね、悪いよ ね、ちょっとね、9月、はい、さあ、まあ、これでいきなり秋になるのかな、ね、寂しいね、夏終わっちゃったよ。いやでも俺こんな猛暑が早く一日も早く終わってほしいなと思ったけど、ね、ふざけんな、俺夏好きなんだけどな、うん、夏のさ、あっちって言ってんのいいじゃん、暑って言ってんの、じゃあエアコンはかけてないの、ね、かけてますがっつりがっつりなんですけどあのさ、なんかあの暑いなって言いながら外にいるのいいじゃない、 なんかのライブでさ、はい、中国に行った時に、はいはいはい、部屋のさ、はい、あのエアコンあってさ、はい、ガーって下げるじゃん、うん、なんかさ、うん、0度まで行ったよね、いや、あのね、なんだっけな、5度とかかな、死んじゃうと思って、わかるわかる、いや、ね、さすがだなと思ってさ、うん、なんかちゃんと摂氏なんだよ、摂氏5度かなんか歌詞じゃないよ、ちゃんと摂氏だったんだ、日本だとそんなエアコンないじゃない、なかったですね、うん、実際にその温度に行くかどうかは別として、そうなんだよ、激寒だったあれ、その心意気がいいよ ね5度まで下げますよ、実際は下がらないかもしれないけどもっていう、ね、いや、うん、夏言うな、そうだから、スイカとかもさ、食ったスイカ、スイカはだいたいピッてして、もうピッて、いや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 、今日もあの足りないっつって、いやいや、ピリピリピリってなって、それはあなた上海行った時にホテルの部屋スイカでこの人開けようとしてたから、ね、いや開けて開けてないです、カードキーと間違えて開かないんだよなって言って、どれ貸してみて、スイカって、みたいな違う、それは、うんうん、まあいいや、うん、そ, それあたかも自分がそこにいたようにまたこれ持ってるけどいや、ごめんなさい、これ確かにあのね、俺はね、あのカードキーが開かなくって、いいじゃんそれ、もうフロントに文句言いに行ったら、うん、ね、日本のスタッフの人がいたから、うん、ヨフィーさんどうしましたって言うから、うん、いや、スイカだと開かなくてってジョークを言ったら、もう真に受けちゃって真に受けちゃって違う、それ直美さんが言ってた、酔っ払ってたから、酔っ払ってたからね、盛るな、いやいや、酔っ払ってたから、さすが、もう、ね、長野のスイカ、まあ、そういうさ自分がもうあの下げられることものすごく嫌うからね、この間のあの、なんだっけ、千客万来もめっちゃ平気、なんか怖いぐらいの言い訳してたからね、いや、めちゃくちゃ謝ったじゃん、いや、謝ったのは怖いよ、ね、千客万来当たった人いないんですかね、いやいや、この間来てたよね、なんか当たったって、本当にコメント来てたよ、そうだっけ、あれ、ね、その話もっと聞きたい、うんうん、うん、まあいいや、FC、はい、まあ、ちょっとじゃああれかな、いつもきやお21時6分、ね、まあまあちょっとね過ぎちゃいましたけれども、まあそうですね、はい、ということでですね、あ、今日は井岡の試合じゃない、9時から井岡、うん、
そうだ、ボクシングの試合だよ今。あ、でも終わらないと、ね、1ラウンド、1ラウンド始まっちゃってる。 あとさ、うん、まあちょっと、まあいいや、やめた。それいや、100日後に食われるくらいだ、今日なんだよ、確かに、ね、うん、まあでもあれ食育だからね、うん、まあまあいいや。はい、ということでですね、本日もお楽しみいただけましたでしょうか。はい、まあ、アーカイブも残りますから、はい、ぜひぜひ。アーカイブってライブは残るんだね。もちろん全部残ってるでしょう。うん、はい、ということでね、まああれです、サイキックラバーのね、何もなかったでしょ今。サイキックラバーのワンマンライブまで指折り数えて皆さんお待ちになってください。はい、ということで、今日の放送はここまで、はい、お相手はサイキックラバーボーカルヨシーと、はい、ギターのジョーでした。はい、どうもありがとうございました。バイバイ、また来月9月30日です。